ご無沙汰しております。武隈翔太です。15年の現役生活を今日終えよう、引退しようと思います。引退試合で本来ならば投げたかったんですけど、正直もう何球投げれるかわからないぐらい肩が痛いです。でも、球団の方にどうしてもファンの皆様の前で投げたいとお願いして、前例がないですけど、セレモニアルピッチをさせてくれないかとお願いしました。球団には本当に感謝しています。15年本当に最高のプロ野球人生だったなと思います。最後は先輩であり友達のような方に最後僕の一球を投げてこの15年の野球人生を終わらせたいと思います。15年間本当に応援ありがとうございました。